こんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回は龍明の裏マロテンプレ編成紹介していこうと思います。今回もね、猫丸さん協力のもと現状ね、最新バージョンの龍明のねテンプレ編成紹介していきます。とはいってもキャラ自体は結構ね、あの前のキャラも多いです。はい、マーベルコラボによってセイナがねガラッとパーティー変わったんですが、こっちはもはやこの編成の方が強いですね。パーティー紹介ですね。龍明に知らなき継承です。知らなき武器ですね。フレンドも龍明に知らなき武器継承です。バレリア遅延力にこちら HP 増やしてあげてね、薬状の面つけてあげてます。で、ファガンが遅延力にスーパーワン継承ですね。で、正月前田ですね。正月前田に遅延4にドラゴンキラー。で、こちらガウリー装備継承です。で、タムダラですね。クリタマにスキブプラスつけてあげて遅延力にファスカです。で、今回は現環境におけるかなりもトップクラスに強い龍明のテンプレンスを紹介していますが、もしこれ組めない人いると思います。そういう人は概要欄に少し前になるんですが、龍明のね編成難易度低めのテンプレを紹介したね編成を解説しています。さらに言えば龍明テンプレ解説動画も上げてます。龍明は限りなく編成難易度を避けて裏丸を勝てることが特徴のキャラなんですね。なので、ま、ぜひよかったらですね、そちらの動画の方を参考にしてもらえればなと思います。あと今回はですね、龍明のガチガチテンプレ編成紹介していこうと思います。いきましょう。はい、じゃあまず1階層からやっていこうと思います。1階層に関してはですね、ファスカ打ってあげてからぶん殴っていきましょう。はい、まずは1階層ファスカ打ってあげて、てかそのまま前田打っちゃいましょう。前田どうせこれね、前田とバレリアに関しては2階層までに空打ち必須なんで、1階層でまず前田打っておきます。で、少しでも軽減貼ってあげてね、パーティーの耐久力上げていきます。で、この編成火の L 字でも軽く出るんで、まあ、まずこんな感じで火の L 組んであげてぶん殴っていきましょう。はい、で、まあ、龍明といえばですね、この回帰力ですよ。昔はね、龍明も最弱だったんですけどね、今となってはこの回帰力があるので、こんな感じで環境トップキャラ張れるって感じになってます。はい。では、普通にぶっ倒しちゃってください。で、2階層までにバレリアの空打ち必須なんで、まあ、絶対忘れないようにしてくださいね。逆にバレリアのアシスト溜まってると超まずいんで。はい。こんな感じでぶっ倒していきます。OK ですね。はい、で続きまして2階層に関しては龍明打っていきます。ただまあここまで欠損してる場合はまだ溜まってない場合ね、バレリア打ってあげれば OK なんでね、安心してください。ただまあこれ指現象食らっちゃうんですけど、この編成自体が本当に、はい、欠損者なんでこれバレリア打ちますが、 L 字だけで軽減貼れるんで、もうマジでこんな感じで最悪もうスキルもいらないっていう。そう、めっちゃ強くないこれ。結局 L だけでね軽減貼れるのマジずるいんだよね。本当にずるい、言ってることがマジでずるいですね。で、ここに関しては光の L の全力コンボで左側抜いてあげてください。まあちなみにここに関してなんだけどね、万が一1体だけ残った場合でも全然耐久できるんで何の問題もないです。はい、全力コンボしてあげてぶん殴ってください。こんな感じで11万グランで普通に耐えれます。はい、こんな感じでぶっ倒していきます。で、続きまして3階層ですね。はい、で3階層に関しても普通にぶん殴ってあげれば OK です。特にむずい階層じゃないんでね、光入れて倒してあげてください。もともとの龍明ってね、なんと光か火以外半減貼れなかったんですよね。そう、だからドロップ後が L 字消しどころか、火か光の L 字消ししなきゃ半減貼れなくて、だからクソ底だったんだけど、今となってはねドロップ後消しどれでもいいからね、めっちゃ強くなったよね。本当にね優勝だと思う。で、かつサブも増えてきたんですよ、昔に比べて。そう、サブ増えたのもめっちゃでかくて、もう結局そういう一点一点の強さによってもどんどん強化されたって感じだね。はい、で、これ前田がちょっと溜まっちゃうんで注意していこう。で、本来は前田はね次の階層で打つんですけど、まあ、ちょっとね溜まっちゃうんでここで打ちます。はい、下りすぎちゃうとねちょっとあれなんですけど、あ、ちなみにここはね常に15万ですね。はい、結構昨日の動画でもね、ここ耐えれないと思ってたって心配してる人いたんですけど、ここは15万あれば耐えれます。そう、でもめっちゃギリギリなんだよね、この編成とかだと。ただ逆に言えば、別にこれ15万も16万もあんま変わんなくて、15万あれば、龍明ってこれでこんな感じで一緒に全回復できるんで、そう、裏窓においては15万。で、あとボス用の軽減スキルさえあれば、もう龍明は無限耐久可能って感じですね。はい。で、これで倒していきます。昔の弱い龍明はもういないんでね。今にはもう現環境最強の龍明しか残ってないんで、結局気候上さえも勝てちゃうキャラっていうのがやばいよね。はい、で5階層本来前田打ちます。ただまあ今回は特に前田打つ必要もないので、このままぶん殴っていきましょう。で、ファガンですね。ファガンは当たりの方ですね。回帰力に倍率がかからないリーダーに来ちゃってやべえってなった場合に関してのみバレリア打ってもらって OK ですが、別に次の階層で2ターン対決するのってすっげえ楽勝なんですよ、はっきり言って。そう、
竜明ならない。竜明って無限耐久できるキャラなんで、そう、基本的に耐久力はもう間違いないんですね。なので、やばいと思ったらスキルは全然打ってもらって OK。そっからスキル溜め直してもらえれば OK です。修羅の波動とか、あと15ターン発狂だっけ？そこら辺食らわない限りは、基本的に竜明は無限耐久できると思ってもらって OK です。はい。で、6階層ですね。ここバレリアと竜明打ってあげて、ぶん殴っていきます。ね、サブの一体にいるね、この玉ドラってやつもね、こいつバーレに強くて、すぐ溜まるんですよ、スキル。8ターンだったかな？めっちゃ一瞬で溜まるんですね。なので、4階層で打ったのにもう溜まってるんですよね。で、7階層で打てると。で、続きまして、7階層。ここ、玉ドラですね。玉ドラ打ってあげて、全回復していきます。かつ、この玉ドラのおまけで1ターンヘイスあるんですけど、このおまけが地味にめちゃめちゃ強くて、リメ上げてくれるんですよね、スキルの。そう、だから結局そこの安定化も強いって感じ。はい、リメ打ってあげて、ぶん殴っていきます。いきましょう。じゃあ、ここもしっかりと、L 字消し組んであげて、こんな感じかな。はい、これでぶっ倒していきます。あと昔に比べて変わった点で言えばバレリアも変わったよね。バレリアももともとスキブ7だったのかな。そう、もともと小学生含めてスキブ7だったよね。それが今スキブ8になっちゃったんで、それもやばいよね。そう、そういう地道な強化一個一個がこのパーティーをどんどん強くしていった原因なんだよね、マジで。で、ここできれば、ちょっと1ターン耐久したさはあるんで、ちょっとこんな感じで、まあ1ターン耐久して、竜明貯めてから突破でもいいかなって感じです。まあめんどくさいんで突破します。いや、これ突破できないかな、ギリ。大丈夫かな。はい。はい、倒していきます。で、8階層。ここ竜明打てたら最高です。まあ打てんくても別に大丈夫やけど、指激減来ちゃうんで、まあ竜明出ればサクッと倒せるかなって感じ。はい。ただまあ言うて2ターンなんでね、別に問題ないです。6コンボさえしなければいいし、しかも竜明ってスキル打たなかったらコンボ加算とかないんで、基本的に事故ることないんですよね。なんかそういう一点一点がマジで竜明は強くて。はい。で、ここに関しても追い打ちと L 字組んであげて、これでぶん殴っていきます。14区出てるんでね、しっかりとぶっ倒していけます。で、続きまして9階層ですね。どっちでもいいです。もう3件はぶん殴るだけですね、マジで。ぶん殴りましょう。こいつはもう光なんで火力バンバン入るんですよ。そう、結局セーナーパーティーにおいてはこいつ強いんですけど、光パーティーとかにおいてはこいつ雑魚なんで、まあ、雑魚は言い過ぎだけど、ただまあそんな強いわけじゃないんで、そう、こんなもんかな。はい、これで L 字含みながら普通にぶん殴っていきます。これでも結構削ると思うよ、言うて竜明は絶対乾燥するんで、こんぐらいいけます。強すぎマジで。ここに関しても L 字消し含んであげてぶん殴っていきます。しっかりと3ターンでぶっ倒していきましょう。で、10階層ですね。大きな石来る場合バレリアが超強いです。はい。で、こっちの場合でもバレリア使ってあげると回復呼べる上に、かつ回復弱冠エンハンスも消せるんで、もう強い要素しかないですね。はい、バレリア打ちます。マジで強い要素しかないです、これ本当に。はい、ここでなんかとんでもない落ち込ん事故とか来ない限りもね、大丈夫なんで、ゲーム打ちます。で、しっかりと追い打ち含みながらぶっ倒していきましょう。はい、ここも追い打ち含みながら、かつコンボ全力でしてあげて、光も消してあげて、光も消してあげて、追い打ち含む6コンボ。マジでこれでさ、10億出ちゃうのやばいよね。いや、乾燥しちゃうのはさすがにやばくない、いくらなんでも。バリレエンハンスやばいね。これでぶん殴っていきます。はい、続きまして11階層。奇跡の奇跡に関してはぶん殴ってあげれば OK です。盤面的にもコンボあるんでぶっ倒していきましょう。はい、しっかりと L 字消し含んであげて2パンしていきます。ここも15番ダメージなんだけどね、毎回1716残るんで絶対に負けないって感じです。で、続きまして12階層ですね。はい、12階層。ここに関してはガウディ打ちます。で、どちらが来てもね、ファガン打ってください。セリアスルーツだけど、まあこれでもね、ガウディ打ちます。はい、これガウディ打たなかったとしても、どうせボス階層で前田打ちたいんで、もう打っちゃって OK です。で、かつファガンも打ちます。多分ギリギリ突破ライン入んないと思うんで、ちょっとまあ様子待って、なんか一番怖いなこれ、なんかフラグに感じるからやめとこう。ギリギリ突破ライン入んないと思うんで、なんかすごいフラグじみてるから、ちょっとこれで様子見します。あ、でも意外となんだ本当に。これでいいかな。光のエール含みながら全力コンボしてあげて、
OK、これで倒していきましょう。本来ね、追い打ちも必要なんですが、半分切ってあげたんで、これでぶっ倒していきます。はい、ファガン最強と。で、続きまして13階層ですね。はい。で、ここに関しては、バレリア撃ちたいんですけど、まだ撃てないんで、普通に殴ります。雑貨状態で殴ると、こんぐらいですね。はい、さすがに。でも、こいつって半分切るとダメージ無効貫通してこなかったっけ？あとワンパン狙いてんの、本当は。本当はワンパン狙いてるけど。OK、これで一回削ってあげて。そうですね。じゃあ、ファガン貯め直そうか。4ターンなんで。はい。マジで1分ぐらいで貯めれるのやばいな、これ、本当に。事故ったとして大丈夫っていうね。はい。で、ここに関しては、まあ、リュウメ打ってぶん殴ろうかな。はい、じゃあ行きましょう。正直、編成が強すぎて話んだな、もうこれ。マジで。やべえわ。はい、じゃあここも、ダブルエルジ。ダブルエルジ組んであげて、かつ火のエルジも組んであげて、はい、これでぶん殴っていきます。9コンボ根性もないんでね、これでしっかりとぶっ倒していきます。 OK、 さあ続きましてボス。さらにネプドラの場合はね、半分来た時に毒のみしてくれるんで、流面2体貯めておくとかね、そういう対処法をしてあげてください。でここは半分突破する前に必ずね、前田打ってあげてくださいね。でファガン打ってる時は全力コンボしてあげれば削れます。はい、ただまあちょっと今回はまだファガン打ってるけど光の L がないので、まあ一回ちょっとこんなもんでいいでしょう。ちなみにこの編成はファガン打ってない時は光の L 組んじゃダメです。もちろん軽々20億いっちゃうんで、ファガン打ってない時はこんな感じで6億くらいかな、こんぐらいで削るのが一番いいです。でファガン打ってる時はもう前田打ってあげてぶん殴っていきます。多分これ余裕で削り切れると思うんで、半分ぐらいまでなら前田打ちます。前田も打っちゃって、これでいきましょう。回復エルじゃいらないんですけど、厳密には。事故っちゃうんで絶対。これでいいと思います。はい、光エル含みながら、火のエルも含みながら、10コンボですね。さあ、これでどんぐらい削れるか。やっぱそうだよね。こんぐらい削れるんで、もう次で半分いけるんでね。この前田の軽減中に半分狙っていきます。で半分超えた後はバレリア打ってあげれば OK。 じゃあこれは 1,2,3,4,5 OK、 じゃあここ流明打ちます。場面悪いんで流明打ってあげてぶん殴っていきましょう。いきます。火と水と光組んであげて、かつこんな感じかな。うわ、 L も組みてーけど、まあここは L 組まなくていいや。はい、こんなもんでいいですね。回復半減食らってて、なんでこんな回復してんの、これマジで。16万回復してんの、やばくない？気が狂ってるよ。本当に回復力おかしい。で、これちょっと微妙なラインなんだけど、多分2パンすればちょうどいい感じかなって感じですね。はい。まあ、今回とかも最初に編成を PDC で紹介してると思うんですけど、PDC でね、一回編成入れてもらって、あとはダメージ計算ができるんでね。それをやってあげると、物理的に絶対に勝てます。はい。で、今回敵の属性が闇になってくれてるんでね、もちろん。はい。闇の場合は、こんな感じで、ドロップの光5ですね。光の5の L 字消しとかでぶん殴っていきます。はい。2セットはやばい。光5を含みながら、火の L 字とか入れてあげて、7コンボですね。してあげると、バリルエンハンス入ってる場合は、これで絶対に削れます。はい、こんな感じ。で、逆に、バリルエンハンス入ってる場合で、闇になってない場合ですね。は、もう光のね、L 字消しを含まずに光全力で消してぶん殴ってあげれば OK です。で、まあこっからなんですけど、流明に関しての強いところって、こうね、サクサクした突破じゃなくて無限耐久が強みなんですね。なのでこっからファガンを少し溜め直します。こんな感じで L 入れちゃうと削れないんで、そこだけ注意って感じ。ただ耐久力がマジ高いんで、3ターンぐらい一瞬なんでね、サクッと対策していきます。だいたいこれでまあ12億とかですね、まあ、言うて削れるけどね。ただまあファガン溜め直してあげて突破が一番楽かなと思います。はい、じゃあ一回カット、前田も打ちます。はい、で半分切ったんで、ここでファガン打ちます。だいたい目安としてね、光エールで乾燥してくれるので、はい、こんぐらいかな。この光エール含む 7C ぐらいで一回削ってあげて、そうですね、だいたい 30% ぐらい削れますと。
で、あとはもう一発殴ってあげればぶっ倒していけるかなって感じでした。はい、ちょっと最後の最後に流命がないので少し不安ですが、まあ7ししっかり決めていきましょう。まあ、ちなみに万が一ね、突破できなくても全然問題ないです。次のターンでぶっ倒せばいいんですが、ただまあここはしっかりとパズル組み切ってあげて、これでぶっ倒していこうと思います。はい、という感じで今回はですね、流命を使って裏丸を攻略でした。やっぱりマジで安定感最強なんで、もう普通に立ち回ってあげれば絶対負けないと思います。マジクソ強いんで、よかったらね、流命持ってる人は使ってみてください。じゃあチャンネル登録高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。